脳科学者茂木健一郎。やってしまった。数々のベストセラー本やテレビ番組でも活躍される茂木さんが池の棒いけばなを体験して感じたこととは。本来の自分の姿に戻っていくっていうんですかね。脳といけばなの関係とは。一言で言えば、いけばな脳にとてもいいと思います。何しろまず美を発見するという意味においてね、その発見する喜びというものがありますし、